顔はやっぱチビやったんですか。いや、その流れだとそうでしょ。やっぱチビや、聞き方おかしいな。もっと他聞けるやろ、そんな。梶原さんの親御さんって面白いですか。まず一発の処理だね。やっぱ明るいんですか。何や、チビですか。面白さ抽象的なんで、はい、人によって違うんですよ、感じ方が。まあ、そうそうですよ、はい、だから、僕が一概に梶原さん面白いと思ったとしても全国民が思うことが分かんないんで、それを当てはめるのはどうかなと思ったんですよ。なるほど。でも俺は最初の面白いって言ってほしかったな。それはだって、いきなりチビなんすかは、いろいろ失礼やからな。まあでも、もう俺は慣れたけど、北原さん。まあでも、個性じゃないですか。確かに。声ちっちゃいです。顔がちっちゃいです。やっぱり。やっぱり。母親になんで、やっぱその辺はやっぱ遺伝があるのかもしれないですね。でも運動能力で多分高いんですけど、やっぱ2人とも親別れちゃってるんですけど、2人ともすごい運動神経です。へぇー、すごいですね。僕はやっぱり運動能力よりも一番つぐと思ってるのは歌っすね。歌、歌唱力って僕絶対1位やと思ってるんですよ。だって歌手の方の息子さん娘さんでデビューした人は漏れなくうまいでしょ。歌田ヒカルさんだったりとか、例えば。だからヒカルさんの方もうまいじゃないですか。いや、わかんないです。聞いたことないです。多少うまいですよ、確かに。でしょ、ダンス下手でしょ、親御さん。下手です。ダンスひどいっすよね、二人ともほんまに。もうね、やってるじゃないですか、こうやって。なかなかのリズム感みたいな。特に前さんなんかほんまに。いや、あれ逆にリズム刻んでるんですよ。はい。逆手で発想なんですよ。逆にリズム刻んでるってこと。逆手で発想なんですよ。そもそもリズムがいいって今思ってるんだろ、思い込まされてる、その世の中の洗脳を受けるんですよ。リズムがいいって、それ誰の意味だ。世の中より今、俺が今洗脳を受けそう。リズムがいいって、それ誰が出した答えなんですか。やっぱりそのイメージですよね。普段みんなが言ってるイメージ、ワン、ツー、スリー、フォーのイメージで言うと、やっぱりリズムは刻んでる、刻んでるは分かりますけど。だからみんなが言ってることが正しいと思ってダメでしょ。もういい大人なんですから、自分で道切り開いていかないと、いつまでそんな周りの言うことを気にしてるんですか。もうそんなに自分の枠でもダメだって俺何言うてんねやろ。全然間違ったこと言ってないし、逆刻んでるってことですね。そうですよ。逆に言うのはリズム取れてるって世の中で言われてるとか、あれ真似できますかって話なんですよ。真似できひんでしょ。僕は正直リズム感自分の中ではいいと思ってるんで、マネできない。あれをやれって言われてもできない。お互いじゃ11でしょこれで、はい、11、まあ、僕もマネできない。でもそっちはマネできない。11でしょこれで、まあ、まあ数字で言うたら11ですね。梶原さん僕のリズムマネできないって言ったら、梶原さんの方が優秀、いいもの認めますよ。